はい、ということでね、ということでですね、始まりましたね、始まりましたね、6月16日金曜日、6月16日金曜日です。今の時刻が、あ、ちょっと待ってくれ、今の時刻がですね、6月16日の11時43分でございます。そうです、ね、昼前です。1時間半ぐらい前ですかね。そうそう、1時間半ぐらい前に、今年のね AKB48 49枚目のシングル選抜総選挙中止でございます。中止が発表されました ね。今あの中部国際空港のセントリアにいるんですけどもね、私たち今からどこに行くかと言いますとせーの、沖縄です。今から私たちは中止と分かっている沖縄に向かいます。中ちょうどここに来る途中の電車で中止が発表されて、もうなんか虚しさすっごい虚しさしかない。あの中止と分かっているのにこれから飛ぶので、あのこの明るさで分かるように名古屋、ね、中部国際空港愛知県、快晴でございます。愛知県めちゃくちゃ晴れてます、まあ、正確に言うと本州は快晴です。あの日本でもう雨なの沖縄だけ本当に。しかも例年にない大雨って相当運が悪いよ。本当に運が悪いです。とにかくちょうどね、初めて総選挙を見に行こうとしていた年に、ね、何によって前代未聞の中止、まあ、しょうがないですよね。まあ運営が悪いかって言われたら、まあ、別にそこまで、ね、そうでも、まあ、なんか散々ツイッターでめっちゃ言われてましたけど、別に運営が悪いわけでもないし、でも仕方ないかと、行くファンは行きたいだろうし、そう、まあね、俺たちはね、あのそこはもう十分想定内だったんで、まあ、あの発表された時点で6月の沖縄だったら、まあ、こうなることも、まあ、想定はしていたから、ね、あの僕たちは別に何事もなく、じゃあ沖縄観光旅行2日間に切り替えました。もうね、飛行機もレンタカーももうちょっと今じゃキャンセルできるので、で、はい、もう行くしかないんで、とりあえずとりあえずね、もう総選挙のつもりだったら、まあ、その時はね、まあ、テレビで放送してくるみたいなんです。なんか別のとこで、別の、まあ、沖縄のホテルでもね、まあ、沖縄でテレビで見るって、そうそう、沖縄まで行ってテレビで見れば、まあ、チケ代も返金してくれるみたいな、そうそう、チケ代も返ってくる、まあ、98中はね、みんなにみんな配っちゃうと、ちょっと、もう以上、チケ代と98中が来るらしいけど、98中あんだけ配るぐらいだったら、100中を配った方がいいと俺は思うんですよ、うん、あんまりちょっと意味がないよ、はい、ね、劇場興味ないと、100中なんてもらったところだもんね、うん、まあでもね、とりあえず、中止ということで、もう本当、観光するために。日本はこんだけ快晴なのが、そうそう、まあ、ね、次どうなるか。沖縄に着いたら、沖縄についてもまた動画は絶対回すんです。沖縄に着いたらこの天気が一変してるらしいんで、ね、まあそれも一種の楽しみとしてね、とりあえず、まあ、今からまだね、飛行機が乗るまで2時、今11時46分なんで、僕たち乗る飛行機2時50分、2時50分の飛行機で行くんで、そうだから、まあ、3時間ぐらいあるんですけど、まあね、その時間待って飛行機乗って、もう本当観光で沖縄に向かいたいと思います。はい、まあ、まあまあ中止は残念ですけどね、あの、まあ、沖縄一周する観光、沖縄一周旅行という、沖縄一周旅行をしようと思うんで、とりあえずそれを楽しみに沖縄に向かいたいと思います。思います。それではバイバーイ、バイバーイ。晴れの名古屋から雨の大雨の沖縄へ飛び出します。また到着は2時間後、約2時間後です、ね、約2時間後ですね。はい、会えそうです。この天気がね、どう変わるのか、そうクソ雨になるそうですね。はい、まあ、楽しみにしていきますね。
ただいま沖縄那覇空港に着陸しました。安全のためシートベルト着用のサインが消えるまで座席にお座りのままでお待ちください。那覇空港でございます。那覇空港に着いちゃいましたね。沖縄県着きました。なんか寝てたらもうあっという間になんか沖縄に沖縄まで来てしまったって感じで、音楽しながら寝とったら落ちてたガーッと、もう気づいたらなんか着陸仕掛けてた、ね、着陸してたんですね。そうそう、今の天気やら天気やら今ね一応雨降ってるっぽいけど、そんなに超小雨って感じで、なんかだから言ってしまえばその今だったらできる。日本全国どこでも、あ、ちょっと雨降ってるなみたいな感じで、うん、そうそう、今なら絶対できる。今なら絶対できるんですけど、うん、まあこれが明日になるとね、多分天気が悪くなるみたいで、まあ、明日ひどいみたいな、まあ、運営もなかなか不憫というか運が悪いというか、本当に1週間も早くったら晴れてるんですよ。先週なら晴れてる、多分来週だったら多分梅雨が明けてるはずなんですタイミングが悪かった。来週まで梅雨前線が沖縄に停滞したら、まあ梅雨前線懲りないですねって感じ。売れたものもある、ね、すげえね。これも残念ながらね、できないというか、そういうことですね。でも一応もう選抜総選挙戦おうってな感じで、お手洗いに行きましょう。それでバイバーイ。はーい、ということでということでですね、レンタカーを借りたのでね、これからホテルに向かいたいと思いますね。はい、沖縄県に無事に到着しました。それで一星くん、僕はちょっと免許持ってないんでね、一星くん2日間ね丸々ずっと運転してもらうことになるんですよ。沖縄観光でね、したいと思います。車で行きますよ。とりあえずまたホテルで回します。バイバーイ、はい、だな。